こんにちは。インターナショナルワイヤークラフト協会の土屋千恵子です。今日はざるうどんやしゃぶしゃぶにぴったりの濃厚で美味しいごまだれの作り方をご紹介したいと思います。最後におすすめの食べ方ですとかおうどんのご紹介もしたいと思いますので、どうぞ最後までご覧ください。まず、豆乳ですね。豆乳は調整豆乳を使っていきます。こちらを 120cc、ね、計量カップに入れていきます。こちらの調整豆乳を 120cc 入れました。次に3倍濃縮のめんつゆを 40cc 入れていきます。次に練りごまを入れます。よくこうほぐしてから入れますね。練りごま大さじ2杯入れていきます。そしてお砂糖を小さじ3杯入れていきます。さらに本だしを小さじ4分の3入れていきます。最後にごま油を小さじ1杯加えます。そしたらこちらの電動ホイッパーで混ぜていきます。全体が混ざれば出来上がりです。出来上がり量はだいたい200ミリぐらいですね。はい、ざるうどんのつゆとしては 2,3 人前ぐらいの量になります。濃厚ごまだれとざるうどんにぴったりの付け合わせのきゅうりをこれから切っていきます。はい、ヘタを落としましたらできる限り薄く切っていきますね。きゅうり2分の1本ぐらいですかね。はい、で薄切りにしましたらこんな風にね斜めにしてこれを細く切っていきます。きゅうりはできる限り細く切ってあげた方が美味しく感じます。はい、そして茹でたうどんにこのようにねトッピングします。こんな風にきゅうりを付け合わせます。そしてタレにね入れて食べるととても美味しいです。で、どのぐらい濃厚かと言いますと、ちょっとつけてみますね。こう入れてこのぐらい濃厚でしっかり麺に絡みますね。ですのでお蕎麦ですとか中華麺の時はもうちょっと豆乳で薄めて濃度を薄くするといいと思います。そして途中でこちらのね辛そうで辛くない少し辛いラー油の方を加えていただくと
味変になって、またねさらに美味しく食べていただくことができます。ぜひお試しください。おまけの情報としまして、美味しいごまだれにぴったりの美味しいうどんの方をねご紹介したいと思います。私が今ハマっているのがこちらの手延べくずうどんです。こちらつるっとしてとても喉越しが良くて美味しいです。そしてこちらが五島の手延べうどんになります。こちらも先ほどの手延べくずうどんと同じような感じでつるっと喉越しが良くて美味しいです。よかったらお試しください。こちらのチャンネルではワイヤークラフトやその他皆さんのお役に立てるようなね情報を発信していきたいと思います。よろしければ高評価ボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。